異界で戦う。騙されてた。言語道断、ザモーキが探し出し正義の鉄槌を下してくれん。俺も行きますよ。恨みはきっちり晴らさなくては。悪党清算。あそこに民がいるぞ。怪しい奴を見なかったか聞いてみよう。すみません、この辺で怪しい人を見かけませんでしたか？いいいい、ほら見ました。だすごい悪人面の男が砦の方へ行きまして、ありゃ宝の一つや二つ取ってる顔でした。間違えねえ。ありがとうございます。急いで追いかけないと。あの男の眼光の鋭さ、通りすがりの民とも思えんな。闘志を燃え立たせるな。それにしても嘆かわしいな。どの世界にも悪に手を染める輩がいるとは。正義だけで世が立ち行くとでも。世には悪党も必要ですよ。俺はそうは思わん。悪を全て打ち砕かねば。ついてもらおう。言葉で解いても無駄か。正義の刃で真実を伝えるしかない。あの、聞いてください。盗んだんじゃなくて盗まれたんです。立花に虚言は通じる。本当に賊ではないのか。だがあの男はここに盗賊が現れると。男、もしや眼光鋭い悪人面の男か。ああ、
族を懲らしめてほしいと懇願されてね。何か裏がありそうだとは思っていたが、さてはその男が腕輪をくすねた盗人か。それで奴はどこに。この門の先へ。立花をたまかるとは、あの男。我らも共に行こう。立花をたまかった者を許してはおけん。その前に一言謝るべきだな。お嬢さん方、疑ったりして悪かった。何も知らねえだ、やめてくれなんてな。貴様、立花をたばかった罪、思い知るがいい。あのよくわからないけど、あの人を倒せばいいんです。集体を晒すとは。宝を盗んだ悪党が正義の味方に追い詰められる。つまらん、実につまらん展開。共に付き合えようか。無理だろ。つまらんものか。正義は数に決まっているだろう。いや、面白い展開になる。悪党が悪党に報復するのだからな。叫ぶ、イカズチ。腕輪を盗んだのはあなただったんですね。返してくれませんか。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。さて、これで一件落着だ。お約束通り、大悪党には成敗されてもらおう。無念じゃ、覚えておる。実にありきたりで陳腐な結末、つまんねえ。ウッキー、腕輪を持ってるのはどいつだ。おとなしく孫悟空様に渡しやがれ。ここで妖魔の大軍。戦ったばかりでヘトヘトなのに。これは思わぬ急展開。どうする正義の味方諸君。地獄を抜けるには悪党の力を借りねばならん。悪党に助けてくださいと頭を下げるか、妖魔にやられてあえなく最後を遂げるか、二つに一つ。そうかな。奴らの狙いは腕輪、つまりお前だ。さあ、助けてくださいと言ってみろ。なんだと。僕も悪党だからスパッと言えちゃう。どうかお助けを。耳寄り情報もありますよ。何を隠そう、この先に東へ抜ける道がある。バラハイが退路を確保する間、敵を引きつけてもらおう。こう付けるには力を合わせないとダメみたい。みんなが無事に戻れるように頑張らないと。あの男に指示されるのは尺だが、この状況ではやむを得ない。悪党を一人にするとろくなことはありませんよ。俺は小馬であの男を見張ってます。あなたは随分元気らしい。そう、とても素晴らしいことですよ。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。今私は機嫌の悪い。妖魔全員切り捨ててくれる。怠けるとこっちにも雷が落ちそうだな。ということで俺も少し本気を出そう。俺は何
と熱き闘志だ。でも負けていられん。おいおい、向こうが騒がしいじゃないの。俺も混ぜてもらうぜ。行くぞ。我が輩のために髪を振り乱し、けなげに戦っておるの。ここで逃げれば、腕輪を手に入れ、追っても負ける。悪党が考えるのは、そんなところ。と、我が輩を静止していると見せかけてからの、実は消しかけておるが、本心の相当もあるよ。俺様の目を盗んで何してやがる。逃がしゃしねえぜ。ここへ来てまさかの展開。ああ、このままじゃお宝が取られちゃう。大変、急行のお猿さんも倒さないと。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。俺と遊んでくれんのかい。悪党水産。スモンキーエクなんだよ。本当ですか？それじゃあこっちの敵もお願いします。あがくがいい。見事な活躍だ。我がことのように嬉しい。
風神が旋風味わうか。悪党水産一望打尽アクアカッツ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。どうだ、お猿さんは諦めてくれたみたい。今のうちに逃げないと。我が輩のおかげで撤退できてよかったよかった。じゃあさらば脱色。あ、待ってください、腕輪を返してもらえませんか。おお、そうだったそうだった、おじさんすっかり忘れてた。油断も隙もないな。我らも共に行こう。一時はどうなることかと。いい風向き。うん、悪くない。